やや、皆さんこんにちは、こんばんは、アルマジロです。今回はお二人と一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。かわいい、すごい、よろしくお願いします。なんか声作ってるみたいだね。なことないですよ。あ、それ地声なんだ、すごい声なんです。じゃ あら、かわいい地声のアルマジロさんと一緒に頑張ってこうね、はい、おパスさん頑張ろうね。頑張るぞ。キャリーした方が遊べるよ、プライベートで。そうなの？そうだよ、ご褒美付きだよ。マジ？この女やれる女だよ。じゃあ悪いけど悪いけど俺本気出させてもらうわ。ちょっと待って待って待って、キルムーブで行こうかな。俺もきついムーブで行かしてもらうよ。ああ、じゃあ私はきついマンコで行かしてもらうよ。マジ天才だな、本当に天才だと思うわ。よくもまあそんなにポン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 汚いことだね。本当汚いやつだな、マジで。ちょっと待って、尊敬する。綺麗を心がけますね。ワールズエッチ、エッチな。しょうもね。それは違うわ。それはしょうもね。それは違う。それコロコロコミックの下ネタだもん。あ、そっか。デンジャラスバーさんだね、もう。さあ、頑張るぞ。頑張っちゃうぞ。お、847キロしてんもんね。いや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 、ほんとだよ、マジで。いやでも、うん、やっぱ男性陣にキャリーしてもらいたいなって思って、うん、大丈夫っす、そういうの。大丈夫っす、うん、いや、お願いしてるんですよ。そっか、頼まれたら、頼まれたらしょうがないな。ね、え、でも、ね、キャリーしたらじゃあ、うん、何、見返りは分かってんだよね、もちろん。え、どこの部位がいいっすか、じゃあ。V か、選ばしてくれるんだ、こっち一応コースで。一応オッケー、考えとくわ。考えながらキルしていこうね。よしよし、行くぞ。キャリーできるように頑張るぞ。この辺物資ゴミだよな、本当に。やばい、左向いて場所かぶった。怒られる。あっ、やれよ。マジロン見てんだぞ。ごめんなさい、見てるぞ。大人のお姉さんチックなボイス出たね。いい声だ、見てるぞ。いや、いいな、幅が広いね、羨ましいわ。間違いない。ショタでやっていきましょう。じゃあショタ、キャリーさんショタで。俺ショタやんの。やっていきましょう、どんどん広げるために。そんなの聞こないよ。もう多分一生やんない方がいいぞ。は、バカにしてんのか。今のは申し訳ないけど、ちょっと苦しいもの。でもさ、やっぱこういう声じゃなくてさ、俺あの吐息中みたいな声出しちゃったわ、俺も。吐息中。ああ、また差別用語が出てきたの、なんか新しい。吐息中。そんなっぽいですか、吐息中。吐息中っていうのはツイキャスとかでよくやってるやつらっすよ。例えば。あ、エッチなやつですね。そう。みんな今日も来てくれてありがとう、ゆっくりしていってねみたいな。みたいな声のやつです。うざいやつですね、そうからすると。あいつらすごいっすよ。俺ら生放送終わっときはよ、やっぱみんないつも来てくれてありがとう、また次も来てくれよなみたいな感じで終わるじゃないですか。はい、あいつら天才なんで、なんかそろそろ終わろっかなって言って、もっと聞きたい、もっと放送やってって言うと、分かった、じゃあ今日はごめん、この後出かけなくちゃいけないから明日また会おうよみんなっつって言うんですよ。頭いいなと思って。頭いいな。俺もやるわ。ごめん、じゃあ明日また会おうなっつって。かっこいい。男に好かれます、うん、男に好かれるの。じゃあやんなくていいな。今ちょっと練習で吐息でやってみましょう。じゃあ私が濡れるかで、これじゃあ次どこ行こうか。アンチこっちなんだよ。ムカつくわ。しかもね、今のでね、呼吸をね、あの肺から出しすぎてね、酸欠になりそう俺。ダメだ。ダメだ、向いてないっす。向いてねえ。おパスさんもなんかいろんな声出せるようになろうよ。俺無理だよ、声出ないもん、そんなの。おパスさん好きな有名人って誰なの。ミッキー。ミッキー。やるよ、いい。
うん、やあ僕ミッキーだよ、ははイマジネーション俺もじゃあやっていいですかミッキー、どうぞ、はは僕ミッキーどうどっちが逃げた、マジロン採点して、あなんかどんぐりっすねじゃあお前もやれよ、はは僕ミッキーよどんぐりだったら本当にどんぐりっす、これまででもできるとすごいですよね、君もできそうだけどね、なんか得意な声真似やってよ、誰できますよ、コウシ君求めてたのと違うんだよ な何求めてました、可愛いさ声真似とかあるやろ、おお、いやもうそんななんで萌え豚に媚び売るようなことしないっすリゼロやってる、リゼロリゼロリゼロのなんだよとりあえずリゼロっていうのやめろよ、違和感がなんかあの、あれ5等分の話やめて、うざい、撃たれた、待て、毒ガス設置されてる、やばばばば、あ、でもセンチネル持ってますよ、マジワンでパンでポンス、 あっちの方にいない敵少し食らってるやつおバカにすんだよ、訴えるぞ、ね、怖い、すぐ怖いこと言うもんね、訴えるだの、ぶっ殺すだの、しばくだのね、怖い怖いあ、でも全然関係ないですけど、はい、あれなんですかね、あのよく、うん、私のお母さんとかがパパに怒るときって、うん、なんか先感じるっつってなんか大体チンチン押さえるんですよ、どういうか大体チンチン、あ蹴られそうだってこと、お父さんが隠すってこと、あそうなんですよね、男性共有なんですかあれって、いやだって致命傷だよ、え本当に痛いんですか、痛いよ、女の子の方が痛いっていうね、蹴られたらそうなのらしいよ、男よりも女の子が痛いらしいじゃん、蹴られると、蹴り上げられたりしたら、あー、まあ、蹴り上げられたことないんですよね、そう、あったら困るわ、逆に一回ちょっと、試しに、まあ、YouTube は最近女の子を暴行するの流行ってるしね、うん、一回蹴ってあげれば、あ、俺が、はい、じゃ逆に、うん、俺、ちょっとそういうのはちょっとおばあさんが得意そうだなって思うからさ、せっかく金髪にしたんだからさ、やってあげなよ、俺黒髪だよ、うん、金髪はやっぱ女の子殴りがちですもんね、うん、クソ変人じゃないですか、うん、いやでもツイッターの情報とか鵜呑みにしちゃうんで、何、はい、ツイッターに何書いてあった、いやなんか目塞いで、うん、で耳を両耳塞いで、うん、ディープキスルするとめちゃくちゃ立つか濡れるかみたいな、うんしょうもない、しょうもない、いやめちゃくちゃガン立ちするって書いてあって、女子高生かよ、何回かやったんですよえ何回かやったの、あ、やってない、やってない、マジの初心じゃないのかおまあこのくだり何回やんねマジでえでも最初ちょっと相性あるの見てから、何の相性だよ、だからここ心の心のね、心の意外と純粋なこと言うじゃねえ、そうだ心の相性ですよ、平井さんバカロいいっすか、なんすか、この女は付き合う前に何回かセックスして、はい、夜が楽しみになれない男とは付き合う意味がないって言ってました、おばしさん、はい、ね、おばしさん、夜が楽しみになれないとやっぱ付き合っててもおもんない、おもんないじゃないですかって言ってました、おもんないって、そうだよね、おばしさん、ちょっと本格的にお話しましょう、後でこの女とんでもないもんですいたね、めっちゃ荒れた、めっちゃ荒れた、ナイス、紫ぶち割った、すごいポータル入ったね、くるくるくる、敵来てるよ、敵下に降りたね、行かなくて良さそうだけど多分別のやつらとやり合わなくちゃいけないじゃん、あいつら多分ここにいる、あー逆か、あー逆から撃ってきたね、隠れていいっすよ、パスさん、当たんねえのかよ、ラストアンチャー敵の方だね、いやきつ、この中に入ってもいいかもね、とりあえずでアンチと一緒にゴーみたいな、
ほら、嬉しい。マジロちゃん、マジロちゃん、回復して。気持ちいい。僕の力で、僕の力で再び。オラオラ、紫だったぞ。ナイス。あ、すごい。タコ。残り時間短くなったら、俺あそこに爆撃するんで。はい。で、あそこと右側のあれだけだね、多分。パカパカ先生がおる。これがプロゲーマーの立ち回り。そうなの。マジロンのもうこんなにパカパカなの？あ、ちょ、閉めてください。マジロンは自動ドアだよ。前に立つだけで開くんだ。そうなんだ。これです。開いた。ケアブラン、ケアブランで。よし行くぞ。よし。まだだ。痛い。戦場の真ん中を。やっぱいるよね。痛いよ。ヒイラギさんが上がったよ。ちょっと一旦引くわ。多分上にもいるし下にもいる。あ、下にいたわ、うん、そっちいる？いますね。あ、テレミストだ。こっち来てる。これラストどうなんだこれ。いや、きついな。多分上にも敵いるでしょこれ。上いないと思いますよ多分。マジ？でも3部隊だよ残り。これ3部隊この。あ、きつ。おお、すごい。マジ？これであいつら来ないといけないから多分小競り合い始まると思う。あ、上いた上いた上にいっぱいいた。上にいっぱいいる。あ、フラグ飛んできた。やばい。いやもうこっからはもう自利品バトルだぞ完全に、うん、いやーこれ3きついな。下降りてる。上にいる。あ、上にまだいるわ。ゴーって。上にまだ2人ぐらいいた。いやこれね、あとラストアンチ収縮なんだよ。だから全力バトル始まるこれ。あ、やり合ってるやり合ってる。突っ込もう突っ込もう突っ込もう。今やれるやれる絶対やれる。あと1体。ここ、ね、こいつこいつやって終わり。あ、終わりじゃない。ここそっち。あ、ねえ、あ、ゾンパックやったやった。死ねえ！ナイス！よーし！すごーい！これキャリーできたかな俺たち。これで与えたダメージ多い方の勝ちだな。そうだな。オパスさんの方がダメージ与えてるよ多分。マジ？うん。いただいていいですかじゃあ自動ドア。はい。これ見てね決めましょう。あー、オパスさんの方がダメージ与えてるわ。じゃあ自動ドアはオパスさんのものということでね。どのことを自動ドアと。あ、ごめんごめん、悪気なかったんだけど。おじさん抱いてください。ジジイ。